はい、どうも皆さん、こんにちは。今日は、最近ね、僕のお家の中ね、まあ便利なんですけどね、ちょっと防具を着るのがね、ちょっとめんどくさいんですよね。なので、そんな人には、すんごい便利なものを作ってあげて紹介します。では作ってみましょう。で、今日はわかりやすいように外で作ります。で、まず、発射装置を置きます。で、僕の、見てください。しゃがみながら置いてますね。しゃがみながらですよ。しゃがみながら。しゃがみながらです。しゃがみながら置きます。で、あとは、適当なブロックを置いて、こうで、あと床もこうして、あと自分が着たい防具をこの中に入れます。で、ここはもうね、ブロックで、で、この下からで、こうしてこうします。で、ハーフブロックをこの下じゃなくて、下だとレッドストーンが切れてしまうので、上ですね。必ず上に置きます。で、あともうすぐで完成ですよ。すごくない？で、こうして、こうして、なるべくね、しゃがみながらの、ずっとしゃがみながらの方がいいですね。で、こうして。な、完成です。早くない？これ。レッドストーンはこういう風になっているんですよ。で、あと、ここに隠しを置いて、こうしたら完成です。で、見ててくださいよ。じゃあ、行きます。行きます。せーの。すごくない？これ。すごいでしょ、これ。で、僕の家からこの防具を持ってきまして、もう一つ、あそこに入れたいものがあるんですよ。これ、もう一つ。これとこれと、これ。せーの。すごいでしょ、これ。武器とかね、全部の防具や武器を、自分に持たせる機械を作ってみました。今度のレッドストーン動画で会いましょう。それでは、さようなら、モス。